さあ、それでは川西選手に来ていただきました。話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、 SC 岐阜のファンサポーターがね、みんなよくぞ残ってくれたと、ね、男川西なんじゃないかっていうね噂出てますけど、まあ、この SC 岐阜に対する、まあ、思いっていうのをねちょっとお話ししてください。そうですね、年末、まあ、ナンさんとすごくお食事を誘っていただいたりしてて、まあ、1年中一緒にあげようっていうふうに言われてて、まあ、それはすごい自分の中でも大きくて、まあ、あと水野っていう大学の先輩と、その2人の、まあ、影響っていうか、はい、言葉が自分の中ではすごい大きかったです、うん。まあ、なんかあの俺も話でもする前から、なんかその翔太の中ではやっぱりその J2 から J3 になんかその落としてしまった、で1年で俺が上げなくちゃっていうその気持ちがその年末からすごい伝わってきてたんだけど、その辺はどうでしょう。まあ、そうですね、自分の中でこう J3 っていう、まあ、未知なところはあったんですけど、まあどうですかね、まあ、その自分の中で考えられない世界やったんですけど、まあ、すごい岐阜のファンサポーターの方々に対してもやっぱ、まあ、最後前半戦は出れなかったんですけど、後半戦こう結局自分が帰れなかったっていうのもあるし、そういう部分ではすごい自分のせいでもあるなと思います。まあ、1年で俺が上げるぞという気持ちで残ってくれたわけですね。はい、ありがとうございます。その、まあ、その今年ね残ってくれて、そして今季から10番を背負うようになったんですけど、その辺のその背番号のこだわりっていうのはあればちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど。こだわりは今までは、まあ、特になくて、っていうよりか、まあ、10番っていうのは、自分の中でも特別なんで、まあ、外国の方とかも10番の人がつけるイメージだし、なんかまあ自分がつける想像はなかった、まあ本当にそれに合った活躍をできればと思いますね。いやでもあのキャンプ中の試合のちょっと映像ちょっと見たりしたけど、10番似合ってましたよ。まああのこれがねシーズン通してもっともっとね似合う男になってほしいなというふうに思います。まああの試合で言うとね、やっぱりその翔太のこの存在っていうのがこう試合の中でね、みんなもう本当期待するところだと思うんだけど、でもその中でもやっぱ攻撃、特に得点取るとこだったり得点に絡むとこだったりっていうところをやっぱみんな期待してると思うんですけど、改めてその自分のこういうとこ見てほしいっていうところちょっとあれば教えてほしいな。去年は結構こう得点を取るっていうことをすごく意識したんですけど、今年は本当にレイフさんとかヒロさんも出てきて、あの辺を本当に活かせる、まあ、ポジションとかスクリーンの部分だったりを本当に意識してやりたいなと思いますし、やっぱりああいうアナウンサーも多分そうだと思うんですけど、点取る人って取ったら乗るじゃないですか、でも1点取れるとやっぱ2、3点取りたいって思うし、やっぱそういう本当にエースっていう人がやっぱ点取るべき、まあ自分っていうよりかは本当にそれを意識してなるほどね。いや一緒にやりたかったね。
乗らせてほしかったわ。そうか、まあAC ギフトね、翔太が違うチーム行った時もその AC ギフトやってる時に、なんか AC ギフトはね翔太が取られてるってイメージがあって、すごい多分ねゴールのところっていうのを期待みんなしてるところだと思う。もちろんフォワードもね生かしつつも、でもやっぱその中で自分が行くところっていうのをね見せてほしいなというふうに思います。はい、じゃあ最後にAC ギフトファンサポーターの皆さんに一言お願いします。1年で J2 に上がります。言い切りますか？いや弱気にならんでよ言い切ってよ。あとはナンさんの頑張り次第で。いや俺去年1年結構頑張ったよ自分と田中はやっぱナンさんについていける。いや何を言ってるんですか。わかりました。まあ本当ね、その熱い気持ちで今年もよろしくお願いしますね。はい、ありがとうございました。